ごきげんさまです。兵庫宝塚大社理会、田川千恵です。ごきげんさまです。西宮大社理会、丸山由里です。ごきげんさまです。兵庫川西大社理会、松本京子です。3人合わせて、チーム兵庫。よろしくお願いします。私ね、最近タンスを断捨離したんですよ。金のタンスをやめて、軽いプラスチックケースに変えました。その時にね、肌着の量と状態をチェックしたんです。どれだけの量を持つのが自分にはふさわしいのか考えてみました。肌着って個人差がありますよね。寒がりの人とか暑がりの人って言っては、そもそもね、身につける量も違ってきますね。千恵さんは寒がりですか？暑がりですか？私は寒がりで冷え性なんです。それで夏以外はシャツとスパッツが手放せないんですね。そしてさらに洗濯物を干すのが軒下でね、屋根があるから雨はかからないけど、冬とかお天気が悪い日は一日じゃ乾かなくって、二日がかりで乾かしてるんです。なるほど。まあ、寒がりでしっかり着込むタイプで、洗濯したら暖かい季節以外は乾くのに二日かかるという条件なのね。少し多めに持っている感じですか？はい。持っているのは6セットです。6セットあると洗濯物がなかなか乾かなくても困らないのがいいです。タンスを捨てたって言ったけど、新しい収納場所にその6セットっていうのは綺麗に収まった？はい。収まりましたよ。そして新しい引き出しで、取り出しやすくしまいやすい量は6セットでちょうどでした。断捨離は物の通り道を重要に考えますからね。で、その6セットの状態はどうなんですか？私はね、普段肌着を買うときは2組ずつ買うんですね。だから捨てるときも2組ずつ捨てる感じになるんですけど、まあ、新しいフレッシュな2組はね、みんなで温泉に行くときにシャキーンと着ていくような感じ。その次の中堅どころの2組は、まあ、温泉にも着ていけるんだけど、普段家でのんびりするときも大丈夫。一番年上の2組はね、まあ、ちょっと温泉とかには着ていかないんだけれども、お疲れ気味のときとかにね、優しく寄り添ってくれる感じですね。その古い2組の肌着にはいつまで寄り添ってもらうんですか？ちなみに捨てるタイミングって聞いてもいいですか？優しく寄り添うから裏ぶれた感じになって捨てるって映るのはどのタイミングなのかしら？私の場合はね、感覚的なんですけど、ある日急にね、その肌着に手が伸びなくなるんですよ。もう着たくないって思ってしまうね、瞬間が来るんですね。その時が捨て時なんですね。そうか、そうして捨てたらまた新しく買うのね。捨てたらまた買って、ちょうどいい量をキープしてるんですね。はい。でもね、靴下だけは6セットで収まらないんですよね。靴下っていうのはね、ファッションの一部でもあるから、やっぱり種類がね、増えがちですよね。そうですよね。私もお仕事用と普段用はちょっと使い分けてますよね。色も素材もね、丈の長さもね、状況でチョイスが変わりますからね。だから私もどうしても必要な数と、おしゃれのために好きで持つ数とを分けて考えることにしてみたんです。収納場所に必要最低限これだけは持っていたいっていうものを入れた後に、どれだけ空間に余裕があるかっていうのを見て、楽しみで持つ量を決めるようにしました。私の場合は靴下も6足あればね、十分暮らすことはできるんです。でもそれだけじゃ寂しいですよね。そこで、あと何足ならその場所にしまえるか、入れられるかを見て、そこまでは買っていい、持っていいということにしました。私なんかもやっぱ寒がりなので、ちょっと冬場はね、枚数多いかなと思うんです。それと、長女が帰省するときに、身軽に帰ってきたいっていうのでね、
そういうインナーとか靴下寝巻きとかは私も使ったりするので、うん、ちょっと多めに持っているんですけど、うん、それが一番快適量かなって感じですね。そうなんですね。私も肌着に関して言うと、今はよく今愛用しているのが、機能性の肌着。まあ、夏用とか冬用ってあると思うんですけれども、あれを、まあ、必要な量、まあ、毎日お洗濯するので、そんなたくさんはいらないんですけれども、その量を持って、しっかり、まあ、毎日着ているので、私はもうワンシーズン終わると、それは処分するっていうふうに決めています。はい。何回ぐらい着たら、もう機能が、落ちてきますよっていうメーカーさんからのアナウンスなんかもありますよね。それにね、人それぞれ収納スペースの広さも違いますね。限りある収納スペースの中で必要な量はどれぐらい持てて、お楽しみの量はどれぐらいで持つことができるのか、そして全体ではどれぐらいの量が自分にとってちょうどいいのか、必要な量とお楽しみの量を分かっているとね、お買い物するときに買う、買わないの基準にもなりますね。今日はお聞きいただいてどうもありがとうございました。書籍、家にいるのが好きになる断捨離スッキリ生活を本体無料、送料手数料550円でお送りさせていただきます。この本は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方は下の概要欄からお申し込みください。テレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みくださいね。お待ちしています。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。